今回は最低中の最低の企画でございます。やりたくねえ。皆さん Tinder で顔写真のない子を右スワイプするかどうか迷ったことはありませんか？それね、無課金だと右スワイプにも制限あるからね。もう言ってしまえばね、全 Tinder 選手の永遠の悩みになってるわけですよ。それは誰かが解決しないとまずいですね。そうですね、はい。そんなわけで Tinder 顔写真ない子100人でブサイクリス調査してみた。やったー。うちのマンションにバッサーコール発令されますよ。ティンダーの真理をね、明かしてしまったと。やばいよ、マジで。ということで企画の概要を説明すると、 Tinder を使ってプロフィールに顔写真載せてない子100人にメッセージで写真を送ってもらいます。その顔写真を見て、美女だったら丸、ブサイクだったら×っていう札を上げて、2人以上×を出したらブサイクにカウントしていきます。それを100人が終わるまで繰り返して、最終的なブサイク率を調査していきます。これマジですっげー戦いそうだな。これとはいえね、ちょっと物足りなく感じるかもしれないんですけれども、写真だけじゃなくてね、それまでのメッセージごと強めにモザイクをかけます。もし本人がね、この動画見たらすごい傷ついちゃうと思うのでね。本音は女の子に怒られたくないです。最低すぎる。それではとりあえず100人分のスクショを集めたいと思います。はい、はい、やっと100人分のスクショ集まりました。マジで長い戦いだったな。本当に今回ね、ざっと4つの方法で写真を集めました。1つ目、 Tinder のプロフィールに写真を追加してもらう。2つ目、 LINE を教えてもらう。これは LINE のトップ側に顔写真があったパターンですね。3つ目、 LINE で写真を要求する。これは LINE のトップ側にも写真がなかったからメッセージで写真を送ってもらったって感じですね。4つ目、直接会ってツーショットを撮影する。これは興味本位になってみたって感じですね。マジで交換しないで入ったって。こうやってね、いろいろと試行錯誤、時に作りながらね、顔出ししてない子の写真を100枚集めることに成功しました。ということで、お待ちかねの写真チェックタイム、いってみよう。Tinder 始めたての頃にさ、1回だけ顔出ししないことあったことあるんだよね。あったね。で、その子と結局半年ぐらい付き合ったから、この動画を通してね、あんまりマッチできない Tinder 選手に、顔出ししなくても可愛い子いるぞっていうことをね、希望を与えたい、俺は。何でそんなことねえけど。今のところはね、まあ、こっからだから。ああ、まだ分かんない。まだ分かんない。普通に行きましょう。ああ、わからんわ。わからんまで丸はやだ。病気。正気なさったじゃん。マジ。これは全然いけるわ。ガチ。さっきからジャッジ甘すぎじゃない？いや、俺死者誤入してる。多分ね、そのせいはある。いや、お前、二者三入だし。マジで。そんなことない。俺はもう、なんか、もう、詐欺だろうなと思ったら罰にしてる。なるほどね。まあ、続けましょうか。ダーシー。いや、全然いけるわ。ちょっとババアだけど。お前まずいよ。まずいかな。ちょっとじゃないよ。はちゃめちゃババアだよ。めちゃババア。お前ストライクゾーン広いんじゃなくて、ね、お前マジの B 戦だよ。いや、そんなことない。いや、お前やばいよ。俺もうデジタルタトゥー。俺に好かれるイコールブサイクみたいな図式できやがったら、俺マジで人生終わるわ。いや、お前マジよ。いや、強兵が厳しいよこれ。いや、俺も詐欺だと思ったらバトルしてるから、他心の顔言ってもらう。よし、じゃあラス1いきますか。ラス1、うん、来い。おお、これですね。これはいい、うん、この子はいい。ありがとうございます。はい、ということで100人調査が終了しました。終わりました。さすがに体力感がすごいわ。かってる。ということで発表します。 Tinder 顔なし女子のブサイク率は43% です。おまあ、こんなもんですよね。まあ、悪くないな。で、美女率が 15%、 普通率が 42% でした。はい、
まあ予想通りじゃん、それ。自信があればそもそも顔も焦るし、ね、大前提。間違いにしてたらもう恥ずかしくない時代だと思うんだよ。うん、まあ、そういう時代です。で、今回検証しているうちに顔なし女子の中でも2パターンに分類できることが分かりました。ここからが本題です。1パターン目はですね、顔出ししてないのは見バレ防止です、あるいはマッチしたら顔写真送りますってプロフィールに書いてる子ですね。で、2パターン目はですね、顔出ししてないことについてプロフィールに何も書いてない子ですね。で、1パターン目はですね、全部で14人いてですね、そのうち美女は5人、普通は6人、不細工は3人という内訳でした。つまり美女率は 36%、 普通率は 43%、 不細工率は 21% という結果ですね。いいデータが取れたな。データです。そして2パターン目は全部で86人いてですね、うち美女は10人、普通は36人、不細工は40人という内訳でした。で、これは美女率が 12%、 普通率が 42%、 不細工率は 47% という結果ですね。これへーって話ですよね。いいのにかないよ。そう、つまり仕事の都合で顔出しができない、あるいは友達や同僚にバレるのが恥ずかしくて顔出しできない、だけど不細工だと思われたくないっていう隠れ美女はですね、プロフィールに顔出ししないことについての記載をしている可能性が非常に高いというデータになりましたね。サインなしの場合と比較すると、まあ、3倍以上だから、まあ、その実は濃厚なんじゃないかなって。濃厚でございます、うん、はい、ではまとめます。顔なし女子全体のうち、普通と美女を合わせると全部で 57% ですので、普通以上のレベルだったらぜひスコりたいっていう人は顔なし女子にね、一時メッセージを送って顔写真を送ってもらうのは非常にいい手かと思います。うん、半分以上の確率で。次に、俺は美女としかスコれないんだって人ですね。顔なし女子全体のうちの美女率は 15% と結構低いですので、普通に顔なししてる美女を狙った方がいいと思います。それが一番だよ。しかしライバル多すぎて、そもそもそんなことマッチできません、あるいはマッチできたとしてもアポれませんという人はですね、まずは顔なし女子のプロフィールを確認しましょう。そして顔出ししない方についての記載の有無を見てから、右スワイプするかどうかの判断をするのがベストですね。記載があったらとりあえず右スワイプ、間違いないです。間違いないです。最後にね、ちょっと俺この実験を得て思ったことがありまして、何でしょうか。はい、顔出ししない子の写真はいろいろあるじゃないですか。はい、ありますね。一番多かったのが料理とか景色、うん、中でも景色は可愛い子が多かったです。なるほど。その景色の中でも海は良かったです。なるほど。まあ、デブは海行けないから。ある程度スタイルに自信がないと海行けないから、まあ、そういうことなんでしょうね。いや、でもその答えだと思う、俺。これがアンサーですね。間違いないと思う。悪すぎ。はい、それでは以上になります、はい、皆さんのストライクの参考になれば幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、せーの、バン。